皆さんどうも、ひかりです。今神社に来てる。参りしておみくじ買った時点で警報が鳴ったんですよ。今日は大阪府でなんかドリルやってるのよ。地震と何やったっけ、津波でも無視する 無視する神社来た。これなんかようわからんけど、あっちはね神社やねんけど、なんかこういうところもあるんやなと。すごい癒される。あー気持ちいい。最近結構疲れてるからな。どうしよう。あ、でもなんか虫に噛まれてる気がする。あとなんか、うわ、鳥がおる。鳩やだ、鳩やだ。あー、でもこういうところって面白いな。だから鳩が、いや、鳩が、鳩がやだ。それぐらいかな。特にお話しすることはないんですけども。だからこの場所を移りたいだけ。移したい。他動詞やからな。ちゃう？他動詞。自動詞と他動詞があるのね、日本語で。自動詞は自然に行うこと。もし例えば、何がいいかな。動く私が自然っていうか、自然に動きます。でも私はこいつをね動かす。で、説明下手やねんけど、先生じゃないから自動詞と他動詞があるという、学生の頃を思い出したわけ。あれも自動詞と他動詞勉強したんがもう4年前でしょう。4年以上前、4年以上もない、4年ぐらい前。時間経つな、時間がな、早いな。だってもう昨日も久しぶりライブ行ってさ、心斎橋で、久しぶりに友達も会ってな。で、その子、ライブハウスの友達出会みんなね、出会ってもう6年になってるで。もうそん時19歳あったから、みんな今でも未だに19歳と思われるよ もう誰も年取ってへんなって感じ。よし、帰ろう。帰って朝ごはん食べてジム行こう。ジム走ろう。最近室内走ってる。外走るのもしんどい、今夏は。去年はまあまあ涼しかったけど、今年はやっぱ無理でした。もしかしたら私の話誰かが聞こえてる、神様がね 神様っていうか神。あと一つの、好きなのは一つつだけの神様がないことです。いろんな神が、おびっくりした。いろんな神がおるからええー、な。とりあえず、あ、巫女さんかっこいい。私巫女さんになりたいな。でもなれへん多分。よし、じゃあ帰ろう。ほなまたねー。